フベルト・フルカチュ1997年2月11日帯は、ポーランド・ブロツワフ出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーでシングルス4勝、ダブルス2勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス11位、ダブルス47位。2021年マイアミオープンで、ポーランド人選手初のマスターズ戦優勝者。2020年パリマスターズのダブルスで優勝。 フルカチュの表記は日本語メディアにおいて言及される。サイの表記揺れが多く、次のような表記が見られる。2018年の全仏オープンでツアーデビュー。1回戦でテニーズサングレンを破り、ツアー及びグランドスラム初勝利を挙げた。200位台からスタートした世界ランキングは、最終ランキングで86位まで上昇し、ネクストジェネレーション ATP ファイナルにも出場した。 年末には ATP の年間最優秀新人賞にノミネートされた。2019年ドバイテニス選手権では2回戦で第1シードの西小利圭を破り、初のトップ10勝利を果たす。翌月の BNP パリバオープンでは3回戦で再び西清里と対戦し、第1セットを落とすも逆転で勝利すると、この勢いのまま4回戦も 第24シードのデニス・シャポバロフにも勝利し、初のマスターズベスト8入りを果たした。ベスト4では、ロジャー・フェデラーにストレートで敗れた。続く、マイアミオープンでは、2回戦で、いわゆる勝を果たしていた、ドミニク・ティームに勝利した。3回戦で、フェリックス・オジェアリアシムに敗れた。8月のウィンストン・セーラムオープンでは、第3シードで出場し、 シャポバロフラを破り初の決勝進出。決勝で、ブノワ・ペールを6から3、3から6、6から3で下し、ツアー初優勝を飾った。最終順位は37位。ATP カップでは、ポーランド代表として出場。ドミニク・ティエム、ボルナ・チョリッチ、ディエゴ・シュワルツマンたちに3連勝を挙げる。活躍ぶりだったが、ラウンドロビンで敗退した。全豪オープンでは、 第31シードとして出場して、1回戦を突破し、全豪初勝利を挙げた。2回戦では、ジョン・ミルマンにストレートで敗れた。その後は、新型コロナウイルスの蔓延により、ツアーが中断した。ツアー再開後の全米オープンでは、第24シードとして出場。1回戦を突破し、2回戦では、アレハンドロ・タビドビッチ・ホキナに敗れた。 全仏オープンでは第29シードで出場。1回戦にテニーズサングレンにフルセットの末に敗れた。2020年パリマスターズでダブルスにフェリックス・オジェ・アリアと組んで出場すると第1から3シードを倒す。快進撃を見せダブルス初優勝を果たした。2021年は年始のデルレイビーチオープンで決勝進出。決勝では セバスチャンコーダを退け、優勝する最先スタートを切り、ツアー2勝目を挙げた。全豪オープンでは、第26シードとして出場して、1回戦で、マイケル・イマーニフルセットの末に敗れた。3月のマイアミオープンでは2回戦で、第6シードのデニス・シャポバロフに勝利すると、その後もミロシュラ・オニッチ、ステファノス・シチパス、アンドレール・ルブレフといった、トップクラスの選手を、 次々と破り、初のマスターズ戦決勝進出を果たす。決勝では新鋭ヤニックシナーに7-6の、6から4で勝利し、ポーランド人選手初のマスターズ戦優勝を成し遂げた。同時に、ツアー3勝目を挙げた。その後のクレイシーズンでは、マスターズや全仏オープンでも、早期敗退が続いたが、ウィンブルドン選手権では、第14シードとして出場して、3回戦まで、 ストレートで勝ち進み、4回戦では、第2シードのダニール・メドベデフに2から6、7から6、3から6、6から3、6から3のフルセットの熱戦の末、勝利をつかみ、グランドスラム初のベスト8入りを果たした。準々決勝では8度も、ウィンブルドンを制覇しているロジャー・フェデラーに6から3、7から6、6から0のストレートで圧倒して、ベスト4、入りを遂げた。 準決勝では、イタリアのマッテオ・ベレッティーニに3から6、0から6、7から6、4から6で敗れたが、ポーランド人男子として、2013年のウィンブルドン選手権のイエジアノビッツ以来となるベスト4、入りを遂げた快挙となり、この活躍により、自己最高ランキング11位を記録した。20東京オリンピックにポーランド代表として出場。シングルスは2回戦敗退。 ルカシクボットとのペアで出場したダブルスは1回戦敗退に終わった。ロジャースカップでは準々決勝まで進出し、ダニール・メドベージェフに敗れた。ウエスタンサザンオープンでは3回戦で、パブロ・カレーニョ・ブスタに敗れた。全米オープンでは2回戦で、アンドレアス・セッピに敗退した。モゼールオープンでは、タンプクと共に優勝をして、ツアー通算シングルス4勝目。 ダブルス2勝目を挙げた。BNP パリバオープンでは第8シードとして出場し、2019年以来のベスト8入りを果たした。初の準決勝ではグリゴール・ディミトロフに6から3、4から6、6から7のマッチポイントを握ったにもかかわらず、逆転負けをして惜しくもベスト4進出にはならなかった。しかし、大会後に世界ランキング10位になり、 初のトップ10入りを果たした。フラットドライブのグラウンドストロークが武器のベースライナー。ボイチェフフィバックから攻撃も防御もできる多彩で素晴らしい選手と評されている。打つ瞬間に目を閉じる癖があると話している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回線敗退、RR イコールラウン敗退、9。 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。